はい、こちらね、先ほど途中でちょっと一回切ってしまったんですけど、仮面ライダーぶっ飛ばソウルのね、ヤフーオークションで競り落とした、100円で競り落としたんですけど、まあ、送料とかね、振り込み代入れると100円じゃないんですけど、落札価格は100円でね、競り落とした大量のやつを、落としましたんで、紹介していきたいと思います。こちらね、もういいですね。前からね、僕もちょっとこちらの方は存在はしていたんですけど、実際ね、また買ってみようかなっていうのは、前もね、僕が10キロのね、まあ、いろんなトレカの詰め合わせ、ほんで、トレカの中にもいろんなものが入っているという、そういう10キロ単位のやつをね、お競り落としたとき、この、吹っ飛ばソールが、ごめんなさいね、ぶっ飛ばソールが入っていたのでね、あ、なんかこのね、絵柄がなんか、綺麗でかっこいいなと思って、ほんでね、ヤフーオークションとかのこう競り落としていってみました。これダブルビートジョーカー、これかっこいいですね。こちらがね、ブレイブ。でこちらがね、王者ですね。なんかね、いいやつがあったら教えてくださいね。これゲームですね。はい、こちらエグゼイド。すごいですよね、この輝きね。こちらと、こちら、ごめんなさい、ちょっと僕目悪いんでね。あ、ライドプレイヤーですね、こちらの方と、あ、こちらですね。ごめんなさい、インペラーですね。こちらの方と、多分ね、だいぶ値段が安いんでね、すごい、異常にいいのは入ってないと思います。これはね、出品者の方もそれはちゃんと正直にね、正直っていうか、ちゃんと書かれてましたので、競り落とす前にね、基本いいものは入っておりませんと。ただ、その代わり、まあね、お値段安くてどうですかみたいな。わ、G3X いいですよね。僕ね、仮面ライダーの中でいろんな仮面ライダー好きですけどね、僕の平成仮面ライダーはね、アギトが一番好きなんですよ。こちらと、電王。電王もね、僕最初あんま好きじゃなかったんですけどね、途中途中見てるとね、やっぱいいもんだなぁ、みたいな感じになってきてしまったんですけど、これがね、レンゲルさんですね。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、カイン。これがね、あ、トドロキさんですね。トドロキさん。トドロキと、あ、いいですね、アギト。もうね、アギトのね、絵柄を見るだけでね、主題歌をこう、覚え出してしまうんですよ。あ、これダブってますね。あー、ごめんなさい。すでにもダブってますね、レンゲルさん。これは、トドロキさん。これももうすでにダブってますね。あ、これもうすでに、この場でもう3枚ダブってますね。こちらと、これね、100円でね、競り落とさせていただいて悪いなぁ思ってるんですけど、これ見る限りもあれですね。かなりダブってますね、これね。あ、かっこいいクーガ。いいですよね、クーガね。ごめんなさい。あ、エグゼイドですね。これもいい。こちらの赤と、あ、ゴーストですね。これもいいですね。響き、これ多分ダブってますね、だいぶね。あ、こちらね、チェイサー。こちらと、あ、これひょっとしたらあるあるかもしれないですね。アナザーギと。もうこれでもう8枚ぐらい出てますね。この時点で。で、こちらがね、G3 マイルド。これいいんですよ。これがね、フォーゼですね。フォーゼね、僕未だにね、ちょっと慣れないんですよ。この仮面のこの容姿がね、姿がね。はい、これレーサーですね。みんなね、それはもちろんね、見慣れることでどんどん良くなるとは言ってるんですけど、嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないんですけど、なんかね、なんかこう、パッ、
としないな、みたいなね、あのポーズは。ブレイブですね、こちらと。あ、もうこれやっぱあるあるですね、もうすでにいっぱい出てますね。これさっきのブレイブと違うかな？あ、違いますね、ほら。このブレイブとこのブレイブね。うん。なんか癒されますね。これね、綺麗なんですけど、見にくい。キラキラしすぎ。三河健一かいうぐらいに。あ、エグゼイドですね。すごいですね、このキラキラの。エグゼイドと、パラドク、あ、これですね。はい、これと、ファイズも好きなんですよ。平成ライダーでね。皆さんも知ってると思うんですけど、仮面ライダー好きだったら、SIC ってありますよね。あれもね、平成ライダーでよく売れてんのが、ファイズ、ダブル、うん。ほんでね、あれ何だっけな。ファイズとダブルと、あ、ほんでね、仮面ライダードライブ、あれもね、もうかなり売れてるみたいですね。オーズね、この方ね。うん。これなんだろう。あ、クーガいいですよね。めちゃくちゃ綺麗ですね、これほら。クーガと、エグゼル、ね、これもまだ初めてですね、こちらと。わあ、いいですね。これ、出品した方、だいぶお金使ってるでしょうね、これね。ありえないぐらい。あ、アマゾンズですね。うん。あ、これもいいですね。僕ね、仮面ライダーゴーストも最初嫌やったんですよ。なんかこう、仮面の雰囲気がね。でもね、見慣れるとね、ゴーストもかっこいいんですよ。こちらがね、ドライブですね。こちらがドライブもいいですね。あ、オーズ。こちらと、あ、いいですね。G3。かっこいい。僕のね、周りのあの、仮面ライダーファンね、やっぱG3 いいって言いますね。アマゾンズネオですね。赤色と、こちらね。これ僕ね、ポン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 置いてるんですけど、決して物を大事にしないわけじゃないんですよ。これね、わかると思うんですけど、これね、横から見たらほら、これ、重ならないから落ちてしまうんですよ。ゼロの。これもダブります。ダブってるから、あるあるですね。アギト。これももうあるあるですね。ダブってますね。あ、この響さんもだいぶ出てますね。これ5枚目ですね。こちらと。いいですね。これ見るだけで癒されるんですよね。僕はですよ。G3 マイルド。あ、アマゾンズですね。これもいいんですよ。ちょっと待ってくださいね。あ、ライオトルーパー。僕ね、ライオトルーパーも好きなんですよ。ファイズのね。うん。龍騎ですね。龍騎ね、嫌いじゃないんですけど、ちょっと未だにね、なんか普通なんですよ。あ、これもうこの場でダブってますね。あ、これももうだいぶあるあるですね。わ、かっこいいクーガ。これ、アメージングマイティのクーガですね。これいいんですよ、ほら。こちらと、これね、100円で競り落とさせてもらってね、だいぶ悪いなぁ思ってるんですけど。こちらね、エグゼイド。これ多分初めてのエグゼイドですね。あ、これあるあるですね、青色。これ初めてですね、クロノス。あ、これもその場でダブってますね。あ、ブレイド。こちらと、
あ、ディケイドさんですね。僕、ディケイドのね、この顔がまだ見慣れないんですよ。わかります？この縦線の仮面の表現ね。うん、ダメだとは言わないんですけど。あ、エグゼイドですね。あ、この響きもスーパーあるあるになってきましたね。あ、これは初めてのタイプのアマゾンのやつですね。緑色の。確か、いいですね。こちらで一回ちょっと切らせていただきますね。私の動画ね、なんか12分ぐらいしかちょっと一回のやつができないんで、はい、こんな感じでね、今回のね、ぶっ飛ばソウルなんですけど、どんどんね、配信していきたいと思いますので、仮面ライダー好きの方ね、ぜひ私の内容がいいと思ってくださった方、チャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。